出ようと思ったらパンクしてました。すぐ直します。今お世話になったマブイを出ました。なんか山火事だそうで、山火事の方に向かっていきます。今1時半を過ぎたところです。ケロナ来て本当に良かったです。なんかもうそれについてちょっと話しちゃうと泣きそうになるんでもう少しずつそこを抑えてですね、気持ちなんかグッとこらえて、動画撮ってないところで泣いて走りたいと思います。湖の上を走っております。煙ってますね。煙ってる。煙っております。これから軽い登りです。暑いです。すげえ暑いで、今ウェストバンク過ぎたぐらいですね。まだ一応中アプランが付いてます。あっちがメリット方向なんですけども、すごい急坂ですね。いや、ヒデさんが21キロ登り続けてるってさっき教えてくれましたけれども、でもなんかちっちゃい人影が、自転車で走ってる人がいるんですね、あそこ。まあ荷物を積んでない自転車っぽいですけど、僕はこっち行きます。ビーチランドのビーチ沿いを走っております。なんか車がビュンビュン走ってたところと全然違って、すごい気持ちいいところですね。時間がゆっくり流れてるような気がする。あと10キロぐらいだと思います。湖の端の方にですね、街が見えてきております。ちょっと断崖の下を走ってます。ペンティクトの町に到着いたしました。今5時半過ぎですね。ちょうど4時間ぐらいかな。マブイの皆さんにですね送り出されて、そのまま休みなしで休憩なしで一気に来ちゃいました。70キロ弱ぐらいを。